どうもいつもお世話になっております。今回は、ごく、下出るボズや通訳戦の解説動画になります。マーカー参考例と、マクロの一例です。近接組が十字で、遠隔組がクロスになるようになっています。まずはじめに、基本の知識だけ詰め込みます。クロスの斬撃なんですけど、青、赤、緑の3種類あります。アルティウス、青い斬撃。詠唱完了後、プレイヤーと同じ向きと位置に青色の斬撃が出現し、一定時間後前方直線方向に突進していきます。イグニシエスと赤い斬撃、ランタゲでボスの方向が確定し、一定時間後正面に赤色斬撃の直線範囲とボスを中心に AOE が来ます。ウェントスエスと緑の斬撃、ランタゲでボスの方向が確定し、一定時間後正面に緑色斬撃の直線範囲とドーナッツ範囲が来ます。あとガンシールドシリーズ、これも3種類あります。特徴はガンシールドはエネルギー充電率が溜まった時に発動します。この斬撃たちとガンシールドたちの複合のギミックがほとんどですので、これを頭に詰め込んでいってみましょう。アルティウス、全体攻撃の後にプレイヤーの位置に青色のクロスの斬撃が出現します。斬撃の向きもプレイヤーと一緒なので、 MP 以外は背面に集合しボスの方向を向いておきましょう。でもまだ動かない、動かない、あーれ早く返すと、ランタゲで前方180度を4回投げ払った後、少し間を空けて最後に後方180度投げ払います。その後に青い斬撃が突進します。全体像を見てみましょう。ポイントはしっかり背面収納することと、アーレ早くタイストの方向が確定するまで動かないことです。キティウス、ヘイト1位への大ダメージ攻撃です。無敵受けかタンク2名で頭割りで受けましょう。イグニスエスト、頭割り。ランタゲで、ボスの方向が確定し、正面に、赤色斬撃の直線範囲とボスを中心に、AOE の後頭割りにつきます。ボス背面に集まって、ボスの方向を誘導し、頭割りは、東西に4ずつに垂れます。ガンシールド、魔導ショック。ガンシールドについては、エネルギー充電率が溜まった時に発動します。今回の魔導ショックはノックバックなので、ゲージが100になるあたりでアムレン剣術をすれば大丈夫です。アルティウス、全体攻撃の後にプレイヤーの位置に青色のクロスの斬撃が出現します。背面で斬撃を誘導しましょう。イグニスエスト、赤色斬撃の直線範囲とボスを中心に AOE が来ます。ちょうど AOE を避けた後、エネルギー充電率が溜まりそうなので、アムレン剣術でノックバックを無効化します。ガンシールド、魔導カウンター。エネルギー充電率が溜まった瞬間に、前後か左右に攻撃を反射するシールドが発生します。溜まる瞬間は攻撃をやめてシールドを確認しましょう。失敗すると攻撃が反射されて、よだめ低下などのデバフがつきノックバックされます。エネルギー充電率が溜まりそうです。ちょうどバースト中といういやらしいタイミングですが、一旦手を止めてシールドを見ましょう。これは前後ですね。ガンシールド、ナノーバースト、ウェントスエスト。エネルギー充電率が溜まった瞬間に全員に円範囲に着弾するので3回します。ウェントスエスト、ランタゲでボスの方向が確定し、正面に緑色斬撃の直線範囲とドーナッツ範囲が来ます。ドーナッツ範囲をやり過ごした後、先ほどの魔導バーストの3回です。ミーウェル・ミーリターレースト、技巧技です。タンク用の攻撃を受け止める技のポイントが2箇所出現します。 DPS チェックですね。タンクさんは連打です。ちなみに
タンク一人でも、なんとか耐えることが可能ですが、火種はかなり痛いです。ガンシールド、魔導カウンター。エネルギー充電率が溜まった瞬間に、反射するシールドが発生します。アルティウス。全体攻撃の後に、プレイヤーの位置に、青色のクロスの斬撃が出現します。背面で斬撃を誘導しましょう。ウェントスエスト。ランタゲで、ボスの方向が確定し、正面に、緑色斬撃の直線範囲とドーナツ範囲が来ます。ドーナッツ範囲と同時にエネルギーが溜まり、シールドが発生するので注意です。キティウス。ケイト1位への大ダメージ攻撃です。無敵受けか、タンク2名で頭割りで受けましょう。ガンシールド、魔導ショック、支援命令、ガレット、外周斬撃。魔導ショックはノックバックですね。支援命令で、ターミナルエスト2体とガレット3体出現し、ランダムで、プレイヤー2名が線で結ばれますので、タンクが線を取りましょう。魔導ガレットから、直線攻撃と、北から、青色の斬撃が来ますが、斬撃は、1列がアンチになるようになっています。あと、ダレットは放置すると爆発するので優先して倒します。またエネルギーゲージが溜まった時にノックバックが来るのでアンチでアム連剣術を使いましょう。忘れがち、前方4回、後方1回何払います。ガンシールド、キャノーバースト、イグニス、外周斬撃、頭割りのセット。イグニスを背面に誘導し、ボス中心の円範囲の外で、キャノーバーストの再開をしますが、下にも斬撃が出ていて、縦のどこかがアンチになるので、そのアンチで2組に分かれて頭割りをしましょう。おっと、これは、お手製アニメーションがあるんでした。復習がてら見てみましょう。イグニス、3回、青斬撃のアンチを見て、今度は、北と南で頭割り。キティウス、ヘイト1位への大ダメージ攻撃です。無敵受けか、タンク2名で頭割りで受けましょう。ボスが北の外周へ移動。時間内にボスのシールドを破壊する必要があります。また頭割り、魔導フレームと3回技、魔導スパークをランダムな順で使用してきます。3回図は表示している図のようにしています。さてさて、終盤です。難関ギミックをアニメーションで見てみましょう。ドルティウスを組んだ副丼をアニメーションで見てみます。3回して、最初に出した重みハイミが回転方向に移動しながら、全部で4回来ます。落ち着いて重みハイミが出たことには良いと思います。ガンシールド、ラローバースト、ドルティウス、頭割り。あらかじめ3回して大丈夫で、ドルティウスの回転方向はランダムです。最初に狭い扇範囲と着弾時、プレイヤーの下に穴が出現し、そこから回転方向へ扇範囲が
4回移動してきます。馬が出現したらそのまま直進してボスに近づくことで2回目の奥義範囲は自動的に避けれます。3回目、4回目は回転を特に気にせず奥義を出現させたところへ入れば良いと思います。その後忘れがち魔導バーストの3回をして頭割りがきます。最初のアニメーションは綺麗に均等に作ってしまったので偏らせたフォルティウスを見てみましょう。最初に発生させた奥義が移動していきますね。では戻ります。ここで終わっちゃっていますが、この後も複合ギミックが来ます。基本的に下の青い斬撃は複合ギミックの最後なので慌てずフォルティウスなどを処理してからアンチへ行きましょう。ご視聴ありがとうございました。これで終わります。